あら、どうしたの坊や。え、ひょっとして迷子になっちゃったの。あ、うん、大丈夫、ここでみんなを待ってるだけだから。あ、わかった、これから近くの遊園地に行くのね。とっても楽しみ。そうか、この近くに遊園地があるのか。それはよかったわね。あら、私もう行かないと。じゃあね、かわいい坊や。あ、うん、じゃあね、お姉さん。たく、ヒヤヒヤするぜ。黒の組織の奴らがどこにいるかわからねえっていうのによ。しかし、奴らは一体どこに。そうだな、少し調べてみるか。別におかしなところはない。怪しい奴はいないようだ。何もおかしなところはないぜ。別におかしなところはない。どうやらそれらしい奴もいないようだぜ。怪しい奴はい、怪しい奴は、何もおかしなところはない。これだけ大きなホテルだ。確かに人の出入りは激しいが、特に怪しいところはないな。誰も使ってない。みんな携帯電話を持つようになったからかな。何もおかしなところはないぜ。ごく普通のフロントだ。別に気になるところはない。くそ、奴らは一体どこに。別におかしなところ、誰も使ってない。みんな携帯電話を持つようになったからかな。これだけ大きなホテルだ。確かに特に怪しいところはない。どうやらそれらしい奴もいないようだぜ。あれはまさかラン。そうか、ランたちが向かったホテルはここだったのか。もしもし、アガサ博士、コナン君は。そう、じゃあ伝えてくれます。私とお父さん今日こっちのホテルに泊まることになったって。なんだって。それが私たち一晩美佐子さんと一緒にいてほしいって頼まれたの。ええ、じゃあ博士よろしくお願いしますね。とにかくここは気づかれぬうちに離れないと。博士からだな。新一、大変じゃ。ラン君たちは。ああ、分かってるって。俺も今見かけたところさ。しかしの、組織の人間が近くにおるかもしれんのじゃぞ。だが、奴らだってことを大げさにしたくはないはず。そうだろ、博士。確かにそうも考えられるが。ふん、それより博士、うまくできすぎてると思わないか。黒の組織が開く闇オークションとデザイアキューブ、そしてその開け方を知っているかもしれない美佐子さんがここに揃ってるんだぜ。それはどういう意味なんじゃ一体。もしかしたらガムラン大臣も。
この闇オークションに関係してんじゃねえかってことさ。なんじゃと？ま、真相は潜り込んでみねえとわかんねえがな。しかし、どこにもそれらしい気配はない。一体どうなってんだ。ん？おい、早くしないと間に合わないぞ。大丈夫よ、車はまだ止まってるんでしょ？冗談じゃない。例のものが落札されたらどうするんだ。そういえば、さっきの女性といい、やけに着飾った人たちが出かけているな。それに今の二人の会話も気になる。確か車がどうとか言ってたが、気になるな。少し調べてみるか。けどここも変わったところなんて見当たらないぜ。さっきから同じような車が来てるだけだ。待てよ、同じような車？だが、あの車がこっちに戻ってきた時には客はいない。つまりどこかで降ろしてるってことだ。しかもこのすぐ近くでな。ということは、このホテルは単なる連絡先というわけか。となると、次はどうする？そうだな、車の動きが分かれば何か分かるかもしれねえ。そうだ、車のナンバーをよく見てみよう。やっぱり同じナンバーの車が繰り返し現れているみたいだな。そしてそのナンバーは、いや、このナンバーじゃない。もう一度よく見てみよう。やっぱり同じナンバーの車が繰り返し現れているみたいだな。そしてそのナンバーは、いや、このナンバーじゃない。もう一度よく見てみよう。やっぱり同じナンバーの車が繰り返し現れているみたいだな。そう、このナンバーだ。間違いないぜ。車が止まってる間にこの発信機を取り付けてと。隣の建物で止まった。どうやらここが本当の会場らしいな。とにかく行ってみるか。なるほど、ハイビルか。これじゃ全くわかんねえぜ。あれは？
ラン大臣じゃねえか。なるほど、やっぱりな。大臣たちは消えちまったが、今なら見張りはいねえようだな。このまま忍び込んでみるか。セーブするかい？ここも今なら見張りはいねえようだな。そうだ、おい博士。くそ、この中は無線が使えないってことか。となると、さて次はどうしようか。そうだな、まだ人の気配は感じられねえ。このまま奥へと進んでみるか。どうやらここも怪しいところはないようだな。左側にも人の気配が感じられないようだし。ん？あれは？どうぞ、こちらになります。なるほど、会場はこの下っていうわけか。とすると、さて次はどうしようか。そうだな、他にも地下に降りる通路はあるかもしれない。特に怪しいところはないな。ダメだ、ここは鍵がかかっている。まだまだ綺麗なもんだぜ。もったいねえ。まだそんなには汚れていない。使われなくなってまだそんなに経ってないってことだな。怪しいところは何もないようだな。まだそんなには汚れて使われなくなってまだそんな特に怪しいところはないな。まだまだ綺麗なもんだぜ。もったいねえ。ここは管理人室だ。見たところ中には誰もいないみたいだぜ。こいつは管理人室のドアだ。鍵はかかっていない。どうやら中に入れるようだな。そうだな、もう少し周りを調べてみるか。エレベーターは動いてないな。特に怪しいところはないな。特に怪しいところはないな。
ここは管理人室だ。見たところ中に中には何も入っていない。特に怪しいところはこのドアは鍵はかかっていない。どうやら中に入れるようだな。ん？ここはどうやら会社のオフィスとして使われていた部屋みたいだな。特に怪しいところはないな。特に怪しいところはないな。中には何も入っていない。特に怪しい。特に怪しい。ん？こいつは？どうやらどこかの鍵みたいだな。中には何も入っていない。特に怪しいところはないな。特に怪しい。中には何も入っていない。中には何も入っていない。中には何も入っ。中には。特に怪しい。中には何。特に。ここは管理人。見たところ。中には。ここはハイビルだ。ついてる方がおかしいよな。特に怪しいところはないな。特に怪しいところは。エレベーターは動いてないな。こいつは管理人室のドアだ。鍵はかかっていない。どうやら中に入れるようだな。中には何も入っていない。特に怪しいところはないな。向こうはあまり見ない方がいい。もし誰かがいて見つかったらまずいからな。ん？こいつは？くそ、やっぱり使えないか。おっと、向こうはあまり見ない方がいい。もし誰かが。特に怪しいところはないな。中には何も入っていない。ダメだ、ここは鍵がかかっている。よし、こいつを使って。ん？こいつは？どうやらどこかの鍵みたいだな。中には何も入っていない。特に怪しいところはないな。手がかりになるようなものは特に何もないようだ。
手がかりになる。特に怪しいとこ。